アキラ。お兄さん。やって。こんにちは、アキラお兄さんです。パイー。さあ、今日は何でしょうか。冷やしカップ麺食べてみた。冷やしカップ麺食べてみた。ご存知ですか。知らん。今年まあまあ来てる。あ、そう。いや、僕らもその食べたことないからどう作るのかもまだわからないんですけど、はいはいはい、全然ないんですよ、探しても探しても。その冷やしはさ、そのコンビニに普通に売ってるやんか。そのカップ麺じゃないパターン。ああ、冷やし麺ですね。冷やし、はい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 、あのイメージしかないけど、カップ麺があるということ。そうです、それ、そうです。でもいろいろメーカーさん今年から出してる。でもどこにもなくて、はいはい、僕もネボちゃんも、うん、で柔道ボーイにも LINE して、はい、これとこれとこれあったら探してくれと、はい、僕ら全然ないから、はい、って言って、うん、もう僕もネボちゃんも探して2週間、うんうん、なかったです。なかった。でこれとこれしか見つけられませんでしたと、うん、って言って、柔道ボーイ僕もありませんでしたっつって、これしかなかったですって言ったら、うん、探してたやつなんですよ。あ、え、で、うん、それを買わずに帰ってきた。なんでなん。もうネボちゃんブチギレ。朝から私めっちゃ探したんですよ。なんで買わねえ。なんでなんでしょう、本当に。2つ教えてたと、うん、あの URL でこれをまず買ってきてくださいとあったら、うんうん、でネボちゃんが送って、うん、その他にこれでもいいですって送ったやつがあって、うん、それを1個目しか見ずに、うんうん、2個目を見なくいで、見てなかった。もう見てない。 LINE あの URL ついてきたら大体画像がこう、うん、東洋水産って書いてあったんで、うん、あ、同じやつなのかなと思って、うん、ちょっと見なくて、それっぽいのはなんか、あ、なんかまるちゃんのあったなと思って、うん、画像を送ったんですけど、うん、ちょっと既読がつかずに、うんうん、あの僕もちょっと子供とみんなでこう可能してたんで、うんうん、ちょっと時間が、もうちょいおもろいトーンで言うてもらえば。ガチな反省トーン。ガチ反省のトーンやめてもらっていいかな。誰がそんなん聞きたいんだ。せめて顔が映ってるんだよ、声だけで。で、あれ、ジュードボーイが買わなかったらどん兵衛だっけ。マルちゃんの赤いキツネと緑のタヌキっぽいやつの冷やしバージョンの、うちのなんか冷やしそば。めっちゃ引きあるやん。ほら、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 ほら。引きあるやないか。画像撮ってんだぜ。画像撮って送ったんですけど。めちゃくちゃうまい。キムチと黒炭炭やん。めっちゃ、めっちゃ好きやん。俺らめちゃくちゃ好きやん。なんならそれだよ、もう。何してんねん。合うなと思って。うん。買おうと思って。買えよ買えよ。ね、はい、もうとりあえずでね、はいはい、まあこれ作って食べるのと、うん、あと、巷で、うん、普通のこのカップ麺と、うん、カップヌードルを冷やすとうまいと。いうなんかアレンジレシピみたいなのもあるんで、うん、それもちょっと食べてみたいなと。ほうほう。まあこれはあれがないからということですよね。もう完全に、はい、ほんまは4つでいけたわけですもんね。補欠です、こいつは。補欠ですよね、完全補欠ですよね、はい、この日本ではいけないだろう。いけないだろうな、だからまだその冷やす方法とかも別に、あ、冷やす方法はまあ方式がちゃんとレシピというか、あるんだ。夏は冷やしアレンジで、まあ、冷やしアレンジだから、まあ、これはさ、もうなんとなく分かるやん、ここまで開けるみたいなのが書いてあるから、うんうん、はいはいはい、多分焼きそば的な作り方やんか、はい、かこれはいけるやん。こいつはもう無理やん、冷やすの。どうやって氷入れんの、氷入れんの、ちょっと少なめに。じゃあ少なめにするんじゃん。お湯っていつも 何ミリ、さっき一軍やろうぜ。そうだ、そうだ。じゃあ作っていきましょう、はい、開封から、まあ、まずどうやって作るか分かんないから、はい、どう冷やすか。でこれ富士そばやん。そうですよ。これニュータッチって覚えてます？覚えてる。カップラーメンのあれ投げたら、はいはい、全国のあれですよ。やっぱね、面白いの出すんですよ。はい、こんな感じでそばですね。普通のそばです。普通ですね、はい、うん、で、後入れの液体つゆがあって、で、火薬、これ後入れの火薬ですよ。後入れ、うん、召し上がり直前、これは先に入れるってことですね。そういうことですね、はい、お湯入れるでしょ。はい、お湯入れる。お湯流す。で、冷水 2,3 回繰り返す。ああ、水入れて、切って、うん、切ってみたいな繰り返す。蓋を全て剥がし、後入れ火薬を入れ、最後に液体つゆをかけてよくかき混ぜてお召し上がりください。あれ、ってことは汁なし。ん、汁これですよ。水に薄めるとかでもなく、でもこれなんだ。これです、はい、はあ。なかなか工程多いですね。
大丈夫だよ、秋元さん作んないから。あ、そうかそうか。もうゼロ肯定主義者やっぱり。もう肯定の話出たらもう僕はずっと顔見つめることにしてる。あ、めんどくさいな、めんどくさがってんな。こちらが、こちらが冷やし中華、おー、海鮮サラダ、生姜が、お、紅生姜が入ってます。はい、乾燥してないです、ね、乾燥してない、はい、ちゃんと水気があります。後入れ液体タレがあって、あ、なるほど。はい、これ麺先ですね、はい、はい、麺はこんな感じです。おー、せーい、大丈夫これ、柔道防衛みたいにこのもう大丈夫、どっちが分けてる、どっちがどっちか分からへんみたいな麺とスープ逆になったりしてない、大丈夫です、大丈夫。じゃあこちらお願いします、はい、焼けてるね。そうですよ、お前焼けてるね。見てください。何焼け？野球です。野球で、はい、日差し強いもんな今ね。え、日差し強いもんね。強いっすよ、やっぱり今が7月成り立て、うん、これ7月成り立てやばいよね。やばいっすよね、うん、もう耐えれる気しないっすよ、7末とか8頭とか。だってもう40度近くとか、もう40度とか行くわけでしょ。だからこそこの冷たいのがね。そうなんですよ。ですよね。ね、冷やし担々とかね。ねえ、でも、なんで冷やし担々ないの、ね、見てこようかな。なんでそれはなんやろ、売れてんの、それでもまだこうやってるところが少ない。そういうことですね。まだ仕入れてないんじゃないですか、その。やっぱその場でできひんしね。うん、僕ら見てたのが、そのドンキとかコンビニとか、うん、薬局とか、うん、で柔道ボーイ見つけたのがイオンで見つけたと。おお、はいはいはい。イオンってなかなかなくて、うん、確かにやっぱこのコンビニとかやったら、はいはいはい、イートインで食べれるようなやつ置きたいもんね。そうです。あと冷やし麺っていう、ね、うんうんうん、あ、もう圧倒的強いものがあるじゃないですか。バーケルお兄さんは、はい、そのやっぱ野球部時代、はいはいはい、遠征といえば、はい、冷やし中華と冷やしそば、ゴリゴリのもの食べられへんからもうしんどくてリスタは、うん、リスタこんなでかいおにぎり3つおい、なんか手こずってますね彼ら。ほら、なんかもら、ほら、あー、冷水でやらなきゃいけないから、そうそう、しなあかんから。工程が多いっていうことは、はい、もう明るお兄さんもともと得意じゃないですけど、はい、実はあの二人も工程が下手ですから好き嫌いじゃなくて、じゃなくて工程が下手なんですしかも今彼が喧嘩してるんで喧嘩してる、もうこれはもう仲間、朝からバチバチやってるから、はい、朝一からあんな飛んで謝られるとはね。いや、そうですよ。これはどうやって冷やしに、これはまあ分かるやん、これはもう同じ作り方でしょ。あ、同じ作り方です。いや、もうあれとね、あれと同じ、同じですよね。冷たい焼きそばってどうなんやろ、あんま美味しいイメージないですけどね。だって お弁当に入ってるやつでしょ、はあ、言うと食べたこと、そう、そういうことですよ。これに関して言うと冷めた焼きそばや。まあでもこの冷たい方が味ははっきり分かるからね、うん、あったかいとごまかされるからさ、あ、美味しく感じやすいの。ってことは激辛ソースがいいってことですか。え、はい、ごく激辛のソースで冷やしを食べたいってことです。え、身の危険を感じています。うん、お、お、お、ね、大丈夫だ。はい。冷やし中華から。はい、来ました。じゃあ開けます。冷やし中華これだな。はい。違うわ。こっちです。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。ね、こんな感じで。あ、なんかうまそうだな。ね、美味しそうですよ。で、まあ生姜を入れる。美味しそう、美味しそう。うぃ、あ、美味しそう。いいな、普通にいいな。うん、これ美味しそうやぞ。あ、めっちゃいい香りする。美味しそうよ、これ。うん。いいですね。こっちも作りますか。はい、こっちも作りましょう。はい。でこちらは富士そば、はい、の冷やしたぬき。冷やしたぬき、はい、ね、今、うん、あ、トイレ火薬なんかこれ、ね、おお、大丈夫ね。でも召し上がりの直前って書いてあったんで、書いてましたね、はい、天かす的なことなんですかね。ああ、明らかにフリーズドライのも入ってますよ。ああ、うまそう。ああ、いい香りすんな。出汁がね、いい香りですよ。こんな感じでございます。お、ね、匂いもいいっすね。いいっすね。はい、はい、どっちからいきます。こっちから、はい、はい、冷やしの方から
ってみましょう。冷やし中華ね。なんかクラゲみたいなの入ってます？入ってるね。おお、海藻かな。この卵ボール、エビ新醤みたいな、なんか、なんか分からへん。これちょっといただいていいですか？どうぞ。いただきます。うん、うまい。うん、おいしい。うん、麺がツルツルで、うん、おいしい。あ、冷やし中華や。いいぐらいの酸味があって、で、具材がいい感じでシャキシャキしてて、うん、うん、おいしい。あ、舐めてたね。おいしい。水ってあの水道水だってやった、家庭だったらこう氷冷やしたやつの方がいいかもしれないですね。だからもしかしたらこの先に取っといて、それだけ先冷やしといてもいいかもしれないね。確かに、うん、そうすると仕上がりがもっと良くなるかもしれない、ね、確かに。じゃあ次この富士そばもいっちゃいますか。富士そば行きましょう。すぐそこにありますからね。富士そば行かなくなったな。うん、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 富士そばや。あ、マジっすか。うん、おいしい、おいしい。この、はい、後入れ火薬が効いてるね、サクサクで。うん、あー、うまいな。ね、このやっぱもうちょい冷えてた方がうまいっすね。うん、そうやね。ね、うん、言うたよね。氷水で一回やった方がよかったかも。そう、今はね、すごい生ぬるいの。そうそうそう、うん、もうちょっと冷たくてもそうね、いいかな。温度的にいくとその外れの社食の温度なんですよ。長いこと野ざらしにされてるその人みたいなね。でも美味しいですね。はい、どちらですか、どちらが好きですか。あ、こっち。あ、俺もそうですね。うん、なんかこっちの方なんかぬるい気がするんだよな。あ、やべ、今日食べ物多いんだった。え、あぶね、食べても多いって言いました。ピスタチオみたいになってる。言いました。ジュドボイも食べてみたら。はい、食べる権利やったっけ、ジュドボイは。ない、ないか。言うとスタンダードでもね、この冷やし中華と富士そばの冷やしたぬきっていうのはね、だからね、タンタンとか食べてみたかったですね。うん、変わり種もやっぱ行きたかった。あ、美味しい。あ、美味しい、聞いてない。嫌味に捉えてね。でこっからですよ、変わり種が。変わり種が、今ネボちゃんが作ってるんで、はい、作れているのか。これ、これでやった方が良かったですね。そうだね、そうだね、うん。一発やってみて見ないと分かんないの、このぬるさは。そうね、だから皆さんもだからこうなりがち。そうなので、だからちょっと食べる前に開けて、うん、で、つゆは冷蔵庫で、湯切りの後の冷水を氷水にする、うん、そうね、うん、だから1回目普通にバーって、それはもう流水でいいよ、やって、はい、で、2、3回繰り返すから、うん、その3回目とかちゃんと氷でかけて、そうこれやると美味しくなる可能性あるね、かなり、うん、うん。ちゃんと冷やしたほうがめっちゃ美味しいんですね。そうめん。ああ、そうね、そうね。普通に水道水でやって食べてたんですけど、うんうん、この間氷水でちゃんと冷やして食べたらめちゃくちゃ美味しくて。え、43歳で初めて。今までもう常温の水で。常温の水で。めっちゃ美味しいです。ダメで、ほぼ知ってんのよその情報。だからかき氷の機械あるやんか。あ、はい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 。だからあの麺ね、揚げてそこにかき氷がシャッてやって、それ取りながら食べると美味しい。あ、ギューッギューッて閉まるから。ほんまにやるかな。冷やしたんと食べたかった。冷やしたんとのキムチ食べたかったな。買っていきますか、次の。何回冷やし企画は多分なかなかないからな。ジュードボーイは今正座をしている。あ、来た、来ました。来た。じゃ、ネモちゃん、軽く説明を。あ、ちょっと、あ、ちょっと待って。熱いよ。え、氷を入れたの。で、もともと、カップヌードルは、うん、お湯を麺ギリギリまで入れて、で、3分待って。うん、ちょっと、一回これも食べてみよう。3分待って、氷を入れて冷やす、うん、なんですけど、そのさっき薄くなるって言ったんで、うん、あんまり入れてない、大量には入れてない。あ、一旦これいきましょう、ペヤングね。そう、一旦これいきましょう。ペヤング
の作り方は流水ね。流水で切る。はい。冷やしペヤング。冷やペです。うん。うん。悪くないですよ。本当だ。味にキレが出ますね。うん、うまいな。うん。でもなんかサラサラいける。サラサラいけるし、そのピリッとしてるところに気づきやすい。あったかいとやっぱ味覚ってちょっと遅れるやんか。こういうちょっとスパイシーなところがはっきりこう際立ってる感じは夏にいいですね。確かに。ありありやな。あのすいませんでした。ありでした。ありだな。うん。さっきまでの俺たちの感じね。焼き鯖が冷えてええことあるの？そんな食べたことないけど、うん、弁当やっぱり弁当の焼きそばでしょ。食べる前に悪態ついちゃダメだ。ダメ、ほんとダメだ。ダメ、僕ら悪い癖なんで。これは美味しかったですこれ美味しい。あの今ちょうど高熱出した娘よりもちょっとあったってことは40度、40超えてる感じがしますね、うん、ちょっと一回これをちょっと一口取ってみますね、はい、あ、一口食べてみて、うん、分かりますよ、もうなんとなくもう予想ついてるんで。普通にカップ麺食べてきた時の最後の方の後半の後半のカップラーメン。誰が後半戦食べたいの？冷やし企画やねん。味はどうですか？味はこのままだから味はこのままやねん。そのカップラーメンの後半やねん。お湯を、うん、少なめにしたよ。ああ、いやだから、いやもうちょい冷やそうよ。うん、でこのでっかいのどうせだったら入れてみます。入れんと、いや こんなん全然何も冷えてない。いいね。じゃあこれも一回いこうよ。これも一回どんなもんかね、ちゃんといこう。いただきます。あ、もう分かってますよ。もう分かってます。うちのチームって面白いですから。おもろいわ。でもネオちゃんしかもしっかり考えてこれ作ってくれたのが可愛いですよね。思いっきり入れた方がいいんだね、氷ね。うん、ね、あのだって少なめに作ってんねんから結構入れていいと思うよ。ど、線よりどれぐらい低かった？元の増やす前の麺が入ってるぐらいまで、うん、だいたいさ、1センチとか。大体の先生。なんで？どういうこと？なんで？指こうやって指が、はい、これ1センチ、これ1センチ。2センチぐらいですか？ああ、そんなに。はい、へえ。じゃあだいぶ入れてもいいかもな。ね、結構味は濃いめですもんね。うん。この結構でっかめの氷じゃない、家庭で作るより。で、何個ぐらい？今2個追加で入れたんだけど。4つ。この今ちょっと氷なくなったんですよ。でちょっと食べてみますね。はい。うん、まだ冷たくないですね。これで5つ、この大きさでってことはもうがっつりですよ、うん、あっちゅう間に小さくなりますからね。ここ、あ、ほんとだ、外見はもう、うん、完全冷やし、うん、このぐらい。あ、おいしい。これおいしい。おお、やっぱりちょっとスパイシーなやつの方が。そうね、かなり爽やか。うん、あ、薄くはなる。薄くはなってる、ね、薄くはなってるんで、だからよりさっぱりいける感じではありますね。はい、これが普通のヌードル。なんだろうな。うん、これはいらんかな。はいや。これは別にいらんかな。なんでかこっちは醤油めっちゃ強いのね。なんかしょっぱさだけ残ってる。なんかあかんところ目立ってるよね。シーフードとかの方がいいかも。いや、シーフードはシーフードだよ、多分。トムヤムクンってなんだっけ、ピリ辛のね。あ、ちょっと辛いやつの方が確かにいいかも。いいかもしれないね。だから氷プラス冷蔵庫入れるみたいな。で、外側から、外ボール氷こうしてこうつけて、
あ、外からと中からと冷やすと工程また多くなる。そうなるわ。でもこれはまあ冷えたことによって、うん、あ、好きな人が増える可能性もある、うん、活路、うん、活路がはだからかなり度合いが難しいと思うね。むずいですね。うん、僕らはこれは失敗なのかな。失敗ですね。やっぱり一旦47度で来てるんで食べてみたらもうちょっと高かったですね65度ぐらいだからあの前さあれやったやんか、その非常食用のやり方みたいな。水でもいけるわけやんか、何日かこう置いたらみたいな。あ、だからそれ水でやってそのままいったらそう味もその変わらず。非常ではないけど。非常ではない非常ではないけど全然ね。まあというわけでですね、暫定1位は今日は食べていない冷やし担々麺暫定でもない暫定1位でございます。皆さんぜひ冷やし担々食べてみてくださいだけどまた次回さよなら。終わっちゃったケントのジャンケンいくよー。ケントのジャンケン、ジャンケン、おいおい、ジャンケンだー。というわけでグーの人の勝ち。さあ皆さんチャンネル登録よろしくね。